んにちは、おはようございます、こんばんは、はとくまです。今日も海外のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、最近日本人の話すごくするじゃないですか。メンズフィジーク選手の話がメインだと思うんですけれども、他にも清水太一さんとか北村さんとか、あとはシーンさんとかポパイさんとかね、ボディービルダー、メンズフィジーク選手の話しているんですが、日本人の男性プロにはクラシックフィジークの選手も2名いらっしゃるんですよね。長島ユージーンさんと、市川さん、この2名の方がクラシックフィジークの日本人、今唯一のねプロでございます。市川さんなんかが先にプロになって、その後に、ユージーンさんが、プロになられてっていうところで、ユージーンさんは最近カネキンさんの動画で胸トレの動画がなんか出られていて、結構感覚派な、トレーニングをされる方なのかなっていうところで、佐藤翔吾さんがいるレクサーかなの、ジムのトレーナー、もともとポパイさんがいたところですよね、のトレーナーで、あと竹本さんがいるところ、いたところですかね、のトレーナーというところでございますが、このお二人も、もちろん IFBB プロなので、どこかしらでプロデビューすると思うんですよ。で、まあ、どこでプロデビューするのかなっていうところなんですが、まあ、ジャパンプロではね、メンズフィジークとか、まあ、ボディビル、オープンがないから、まあ、212、まあ、来年はオープンになるのかなって思うんですが、この二つはね、日本人の選手も、日本でね、プロ戦行えるんですが、クラシックフィジークはないんですよね、ジャパンプロ。確かないんですよ。なので、海外の大会に出ないとプロ戦は出れないんです。ただ、今年に関しては、おそらくアジアの大会が韓国もしかしたら追加されるかぐらいで、あと全部アメリカかカナダかヨーロッパばっかなんですよね、今のところ。まあ、順次アップデートしていくのかななんて思うんですが、まあ、コロナの情勢次第でどうなるかはわからないっていうところで、まあ、この二人どこに出るのか、おそらく今年プロデビューするんじゃないかなと思うんですが、まあ、ワンチャンね、来年プロデビューかもしれないんですけれど、まあ、市川さんなんかは上半身がかなり強い選手で腕が太かったり、で、まあ、あと肩幅広くてウエストからのね、まあ、ウエストがすごく細い選手ではありませんが、背中も広くて背中の立体感なんかも、すごい選手ですよね。まあ、若干上半身の厚みだったり、あとは下半身ですかね。上半身がこう広くでかい分、下半身の細さっていうのはより目立つ部分はあると思いますが、クラシックフィジークなんかはやはり足もね、だんだん年々かなり重要視されてきていて、クリス・バムステッドを見てもブレオンを見ても本当にボディービルダーとそんなに変わらないもう下半身もついているので、このオフとかここから先でどこまで下半身っていうのをつけていけるか、で全身の体の厚みっていうのをつけていけるか、ここでねかなりプロになってからの、活躍っていうのが変わってくるかなとは思うんですけれども、長島さんなんかは個人的にかなり期待をしていて、って言い方するとなんか他の人期待しないみたいになっちゃうんですけど、そんなことはありませんよ。そんなことはないんですが、まあ昔の若かりしね、これプロになられた時も言ったんですけど、スティーブ・ロルースみたいな、まあ身長が高かったり、ちょっとまあ顔が似ているっていうのもあるんですけれども、足がポンと太くて、でウエストが細くて、そこからのこう腕の太さ、肩の丸み、胸のボリュームっていうところが、まあ、ちょっとね昔のスティーブ・ロルースに似てるんですよ。なので、まあ、個人的にすごくね、期待を勝手にしている選手なんですが、ただまあ、ここもスティーブ・ロレースとちょっと似ているのが、フロントダブルバイした時、どちらかというとまあ、バックのダブルバイの時とか、っていうところで、ちょっと背中の広がりっていうところが、狭く見えるというか、腕とか他の部分に比べると弱く見える、広がりがあんまり出ないタイプだと思うので、まあ、ここをどこまでね、まあ、スティーブ・ロレースも同じなんですけど、弱点としては、改善していくか。で、もちろんまあ、全体的なね、サイズアップ、コンディショニング。まあ、でもとにかくサイズアップだと思うんですが、ここが、やっぱりついていかないと、クラシックフィジーク上位の選手と比べたときに、まあ、バルク負けはしてしまうと思うので、まあ、市川さんにしろ、長島さんにしろ、サイズアップっていうのはもう絶対条件だと思うんですけれども、プロポーションって意味で言うと、長島ユージーさんかなりね、これから先、もうすごい活躍するんじゃないかなって、まあ、プロデビューがね、楽しみ、早く見たいですよね。っていうところで、そのままの流れでクラシックフィジーク選手のね、アップデートなんかしようかなって軽く思うんですが、さっきちょっと話題に出したスティーブ・ロレウス、2020年のアーノルドクラシックで、まあ、かなりサイズを上げてきて期待されたものの、ちょっとコンディションが悪かったっていうのと、まあ、やっぱり、なんですかね、足がものすごく太くて腕とか、ね、上半身の厚みなんかはかなり増されたんですけど、フロントダブルバイした時の背中の広がりが結構、弱く見えたりして、他の部分に結構負けたりしていてね、というところで、まあ、結局まだサイズがっていうところがあったのかなっていうふうには感じたんですけれども、他の選手と並んでね、まあ、どこかしらの大会で優勝する実力はもう十分あるとは思うんですけれども、やっぱりオリンピアで上位に入るってなってくると、そこのパーツの広がりだったり厚みっていうのはまだまだ必要なのかなってところなんですが、今のオフで本当にもうボディービルダーかっていうぐらいね、スティーブ・ロレウスは体格を改善してきております。まあ、今年プロ、どっかまたプロ戦でどこか出てオリンピア、今年こそ狙うとは思うんですけれども、これ絞られた時非常に楽しみです。まあ、そして、ウェズリー・ウィザースですよね。昨年の、
オリンピアではオリンピア初出場するも、クラシックのパンツをちょっとね、他の人よりもなんつうのかな、でかいの履いてしまって、そこでまあ減点されてしまったりとかっていうので、まあなかなか順位振るわなかったんですけれども、今120キロということで、この背中ですよ。クリス・バムステッドがかなりサイズ上げてきて、もう本当にクラシックフィジークの絶対王者なんじゃないかっていうふうに今も思ってはいますが、もし倒すとするとなると、今現状のクラシックフィジーク選手だったら、ウェズリー・ビザス結構近いんじゃないかなって。もちろんテレンス・ラフィンとかブレオン・アンズリーが順位的にも、ですし、今年も改善はしてくると思うし、レベルアップしてくると思うので、もちろんね、クリスを倒す、ライバルの一人より二人ではあると思うんですけれども、ウェズリーがね、本当にデカさと体の上半身のところに厚みだけで言えば、もうかなりトップにいると思うんですよ。それぐらいデカいんですよね。下半身なんかはやっぱり昔のクラシカルな体格、アーノルド・シュワルツェネガーみたいな感じで、足はそこまで太すぎず、上半身がね、とにかくウエストが細くて背中が広くて肩幅広くてっていうところを目指しているタイプの選手なので、足がものすごい太いわけではありませんが、別にただ細いわけではないので、見劣りはそこまでしないしっていうところで見ていくと、まあ、クラシックのパンツを見せらずに、コンディションをもう一段階上げていけば、かなりオリンピアでまあトップ5以内で、クリス・バムステッドと競るような戦いも見れるんじゃないかなと思っていて、非常に個人的には楽しみな選手でございます。まあ、この辺のクラシックフィジークね、まあ、日本人の方ももちろんオリンピア出てほしいですし、この辺のね、ウェズリーとかスティーブ・ロレウスみたいな、まだまだ、可能性のあるね。まあ、年齢的にスティーブ・ロレウスなんかはそんなに若い選手ではありませんが、かなり楽しみな選手たちが成長ね、しっかりとしてきているので、2021年クラシックフィジークも楽しみです。そして最後は、ニューヨークプロのニック・ウォーカーとプレッシング・アワディボをちょっとアップデート。ニック・ウォーカーに関しては、まあ、コンディションはそこまで前回紹介した時と比べて、まあ、変わってはいませんが、相変わらずでかいなと。本当に下半身、上半身、トータルで見た時、まあ、プレッシング・アワディボだけではないですけれども、敵は。この二人で見れば、サイズだったり、トータルで見た時のパッケージで見ると、ニック・ウォーカーの方がコンディションさえ外さなければ、まだ上なのかなとは思いますが、ブレッシングはやっぱ背中がかなり強いというか、まあ、上半身がかなり強いですよね。腕も太いし、背中が広くて厚いっていうのはそうなんですけれども、本当になんかブランドン・カリーみたいなタイプだなっていうね。下半身はそんなに強くない、むしろ弱みではあるけれども、上半身が強いというところで、で、まあ、コンディションに関してはニック・ウォーカーよりも一歩先に行っているかなと思います。そして何よりもブレッシングは、まあ、同じレッドコマンのチームに入っているっていうのもあって、カイ・グリーンとね、一緒にトレーニングをしたり、ポージングを見てもらったりしているので、カイ・グリーンなんかはね、ショーン・クラリダのオリンピアの前でポージングをね、チェックしてアドバイスしていたりして、で、まあ、ショーン・クラリダオリンピア優勝してますから、そういうところで見ても、かなりカイ・グリーンの力っていうのはでかいのかなとも思うので、まあ、この辺でブレッシングがどこまで行くか。で、まあ、ニック・ウォーカーはどこまで、コンディション調整絞り切れるのか、この辺がね、勝負の分かれ目かなと思いますが、まあ、背中ではやっぱり現状まだブレッシング、絞りでもブレッシング。ただ、トータルで見た時のデカさって意味では、ニック・ウォーカー、オープンボディービルっていうところで見ていくと、ニック・ウォーカーの方が個人的には好きなので、ニックかなとは思うんですが、まあ、こんな感じでね、二人は、今もバチバチで、どんどんね、絞りにも磨きをかけております。ということで、今日はね、この辺で終わりたいというふうに思います。少しでも面白かったためになったと思っていただけたら、高評価お願いいたします。インスタグラムもやっているので、概要欄もしくは、インスタの検索からフォローお願いいたします。ではまた。